はい、2022年度全島共通テストプレイ、少し、ね、時間が経ちましたけども、この、ね解説をやっていきたいと思います、はい、では早速参りましょうか、32問ですね、うん、はい、まあ、お決まりの会話文、秀明さんと由美さんと旅の歴史とか、だからこんなね会話しよる高校生はいないんですけどね、本当。まあまあまあ、それは置いといていきましょう。もう早速問題からよ、こんな。問題は、次のページか。あと意があるけど、2箇所空欄補充っぽいですね。あは、徴用運搬か、総運搬か。中央政府で働いたり、あしたりする公民に関する資料。これか。ここ、運局地ありますからね。ね、運局地あるからね。運局やっけね。まあ。徴用か、そうか、ね、運局は徴用、徴用は中央ですからね、そは地方税ですから、ね、都にこの、ね、徴用を運ぶのが運局や県、まあ、これ消えるわね、あ、もうなんじゃないですよ。いいですね、この食料を携行する負担が公民に課せられた税負担なのかと。戦火を用いて稲を購入することで利を減らそうとしていると。資料中の税に、戦、これか。線を持ちて死と死よりって絨毯の労をやめと。何だ4、とにかく中なんですよ。食料として重い荷物を携行するのが負担と。ああ、ね、それはお米担いでいくのと、ね、お金じゃ全然違いますよ。ああ、ね、だから、うん、お金持っていくことで腹減ったらそこで何か食い物を購入せと、ね、したら、まあ、重くないですからね、お米に比べたらお金はね。だからこの現物食い物を持っていく負担が減るということね。あ、これはまあそんな難しくないでしょう。まあ思考力っぽいけどね、思考力っぽいけど、はい、答え1番ですよ。1番、まあなんじゃない、なんじゃない、いいですか。はい、次行こう。2番、並び替え、中世各地、まあ、旅がテーマですからね、1番は自習の回想だから、まあ踊る剣一編やね、鎌倉新仏教一編、はい、もう基本踊り念仏、遊行商人ですからね。うん。じゃあ、クローンを確認します。もういいけどね、もうこんな。一応、運客は、逮捕率上の12ページ。ね、要長、ここやね。あ、中央ですからね、共にね、長も要も。うん。だから、運客なんだけど、申し訳ない。クローンね、運客。ああ、忘れとんですね、書くのね。まあまあ。特申請書かせましたけど、運客ですよ。ここ赤で書いとったから運客。ああ、もう大チョンボですよ、本当。運客が、乗っていないという、申し訳ないもんです。で、次が、まず実習や兼、まあ、鎌倉新仏教ね、28ページ。もうこのね、鎌倉新仏教のこの6人、ね、宗派、階層、内容、著作、本山。はい。今のはここやね、一辺やね。はい、次は、小風レンガ。ああ、小風レンガでピンとこないけどね、小風レンガで。小風レンガといえばもう一人しかいない。35ページ。はい、小風レンガ。このまた、レンガ三人衆、二十四元、ホップ、葬儀、ステップ、ジャンプ、創価。まあ、これもだけ、ね、人物、スタイル、歌手。レンガだけこれ、集団で読み合う。まあ、カラオケですよ、カラオケ。OK。ということで35ページ。だけまあ室町ですね。室町ね。次が3番。東大寺復興の肝心商人。ああ、復興、東大寺復興、の、まあ、責任者やから、まあ、この表現で、あ、ね、長言。うん、あ、これ鎌倉ね、これもね。で、これも鎌倉でしょ。ここはちょっとあれやね。やけ2が決っていうの分かる。2が決っていうの。やけもう2号絞れる。2号ね。あ、でここどっちかよね、東大寺復興か一辺かと、うん、ね、東大寺復興は源平合戦のすぐですから、後ですからね、源平合戦で平の重衡に焼かれるでしょ、26ページここやね、ここやね、で即頼朝が動きますから、うん、だけまあもう早い段階よ、長元、ね、のお金と賃分けの技術力で、ね、再建されると。うん、で、まあ、ここが早い段階、源平合戦後鎌倉の初期やけ、まあ、これがその後に来る。
意外とこう難しい、簡単じゃないと思う、簡単じゃない。答えだけ3、1、この3が頭と、源平合戦あと、ねすぐやと、鎌倉幕府成立の、ねすぐやと、思えるかどうかね、こっちがね。ただまあ、1も鎌倉やけど、うん、まあ、そのやっぱあと、うん、こっちが頭ですけども、鎌倉幕府のね、鎌倉時代の。ちゅうことやね、はい、答え5番。よし、次行こう。江戸の旅、XI丸×。図の左側に書かれて、これ昔センターで見たことあるんだよ。これ見たことありますよ。キッチンやろね。うん、ほら、やけほら。大名の宿泊施設使いておくと、これ見てください。大名っぽいですか？参勤交代っぽいですか？うん。これ明らかにパンピーですよ。パンピーが泊まる宿は、キッチン宿よりも、何でした？江戸の交通48ページ。ね。一般ピーポーは、これ、旅籠ですよ。ね。ああ、この旅籠のこの、カゴね、こっちがちょっといやらしい。竹冠林流。ね、で、まあ、参勤交代使うのは、大名はね、本人は基本人。あれ一応、軍役ですから、参勤交代中の。ああ、まあ、これはパンピーやけん。少なくとも大名じゃないと。まあ、分かれば消せるよね。罰できる。大名じゃない、これ、一般ピーポー。うん。次は、これが、荷物の、次送りなど、公用する、問屋場設置された。これ、歴史をね、問屋場。歌川広重の東海道53世紀、旅行ブーム、平和ですからね、これ19世紀よ、19世紀、ね。火星文化ですから、ね、1800年の後と、ね、関係ないけどね、この問題には、とイメージ大事よ。で、まあ、宿駅ですからね、あ、まあ、要するに、泊まるところですよ、泊まるところ。ね、東海道の宿駅。まあ、どこか分からんけど、三口近いと、どこやろうか。これで要するに問屋場、宿駅やから問屋場置かれますよ。問屋場、さっきの交通48ページやけん、これはい、施設ね、施設。うん、人馬荷物の次回を行う問屋場。今で言うと何だろうな、黒猫大和みたいな感じかな。うん、これ施設は問屋場なんですよ。で、そこで、ね、人馬とかね、なんか荷物が例えばぬかるんで動かないとか、人手が足りないとかなったら、借り出されるのがこの負担ね、これが助号役。天満役とも言えるけど、これイコールですよ。人馬の負担のこと。施設は問屋場。問いっていうのはやつに、そういう、なんていうか、ね、荷物の、この、ね、まあ、中継みたいな意味なんですよ、中継。だからほら、中世も出てこなかった、中世も。問いがつくやつ。問い丸、29ページ。これ、中世問い丸、運送。だけど、そういう、やっぱ、物を運ぶっていうニュアンスがあるんですよ、問いっていうのはね。問い丸から問い屋場。だいたい同じような感じですよ。OK。ということで、これは、こっちは×。で、こっちは、×ではない。×丸やね。答えは3番。はい。問い屋場、問い丸、ね。荷物を運ぶという、そういうニュアンスがある。よし、次行こう。また長いですね。インバウンドとか、まだ最近のネタですね。まあ、コロナもだいぶ収まってね、インバウンドがまた復活して、ことですよ。こう来て、こう来て、もうそっち。はい、XY もあれば、また、あ、違うか。XY の ABCD か。ABCD。はい。X、朝鮮、この地を襲撃。まあ、対馬か博多かやね。この地を、もうここで、朝鮮が襲撃したということで、これはもう速攻で、応援の外交よ。これ出てこん人はやっぱ基礎が圧倒的に足りません。朝鮮襲撃はもう応援の外交しかない。答え33番、ここやね。次第の人は、この、伊予行く、伊予行く、松本伊予で覚えて、伊予行く、応援の外交。OK。ちゅうこと。博多ではない。これ、対馬。これ、よう、次第の人、これまたね、早期系の老少の日本公録がまたよう出る三毛作で。よう出るですよ、ほんと。今のとこちょうどこっちね、三毛作。これ、次第、絶対いるよ。早期系。系の字とかいやらしいね。老少の日本公録という。33ページ。OK。京都テストだけの人はいりませんけどね。次第で、滑り止めで次第受ける人は上のレベルね。カンカン通りとかね、マーチ以上いりますね。はい。Y。シドチかシーボルトか。長崎塾ですからね。これも、この塾の瞬間、シーボルトやろ。答えは、A で2番。楽勝。何ですか、塾の名前。
シーボルトが開いた塾、天才外科医ですからね、江戸のブラックジャックです。53ページか、失礼、53ページで、シーボルト、赤鳴滝塾、うん、いいね、尾形公安敵塾、医学ですよ、医学、まあ、日本ね、シーボルト日本、ね、あ、日本っつったら、ね、あのクワカタナも日本ですけどね、あ、まあ、シーボルトも日本と、クワカタナは新聞ですけど、うん、OK、はい、シドッチはテーマ、出てくる、シドッチ、シュワッチじゃありませんよ。シドッチといえば荒井白石、こっちやな、荒井白石だけど、この50ページね、ここね、シドッチ、日本にね、この、ね、神の教えを、ね、広めようとやってきた、鎖国中の日本に、ね、いや、すごい、ね、根性ですよ。でもまあ、そこでバレて、江戸送りですよ。で、いろいろ尋問を受ける白石から、再来源、西洋気分、OK、シドッチ、屋久島ですからね、屋久島。よし。はい、次、うん、5資料アセンブデーに関して明治初期に日本にやってきた外国人ですね。うわ、イザベラバード、今ね、不思議の国のバードって言って漫画やっとるんですよ。これ途中で止まっちゃったんですけど、うちありますよ、休暇まで。なかなか面白い。はい、パークスね、パークスで、正しいものか、正しいもの、はい、正しいもの、このバードの日記ですか、これ翻訳したやつだね。もういきますよ。1番、普通外国人は旅行免状に記されたルート以外は旅行できないのは日英通商航海の規定に基づいている。日英通商航海、これ何、日英通商航海、これで、ね、違い保険、この領事裁判権を撤廃しますからね。条約改正68ページ、ね、これ絶対いるよ。日英通商航海で、はい、違う保険、領事裁判権撤廃、ね、ね、一つ、ね、この不平等条約の一つが解決されるわけですよ、ね、これは9、あ、これもだけ90の日清戦争と一緒に覚えておかないか。日清直前なんですけど、90の日清戦争、ってことは第二次伊藤内閣やね。あ、ここで、はい、ね、違う保険撤廃、94でしょ。これ、やっぱこれ分からんと厳しいよね。これ、日記は78年、ね。まだまだ全然ですよ。日英通商航海、この時点ではない。存在しない。バツ。まあ、ちなみに、だから、外国人旅行免状に記されたルート以外は旅行できない。自由に日本を、ね、移動できない。これ何でした、ね、逆に言うと、自由に移動できる権限が、これがあの4文字出てくる。内地雑居。日露雑居じゃありませんよ。内地雑居。これ歴史上がね、内地雑居。ああ、まあ、これを条件ね、条約改正しようとしますけど、なかなかうまくいかない。ね、だから、貿易や外国人、これもう制限されている、うん。これがね、居留地って言葉あるか、どっか。居留地はないね。まあ、次第の人ね、この居留地も聞かれますからね、居留地以外、基本的にで、ね、この、ここでしか商売、あるいは居住できない。ね、これ、この外に出ることはできない、基本的に。あ、ちゅうことですよ。でも、まあ、これね、対等条約、ね、日英通商航海、これで、内地雑居認めたのかな。多分、まあ、この後、結局、ね、関節試験も、ね、回復しますからね。まあ、この中で、まあ、ね、内地雑居も認められると。そういう感じでいいですね。いい。はい、OK。パークス。幕末、幕臣、幕府か薩長か、薩長か幕府か、幕末、ね、これもよく出る、このたすきがけで出るパターン、あてまで、こっちやな、パークストロッシュ、パークストロッシュ、58ページ、ここね、パークスはイギリスで薩長ですよ、ロッシュ、フランスは幕府にする、これ次第の人に横須賀製鉄とか大事ですよ。第一次第の人、フランスの支援で作られた。ここはパークスは幕府じゃない。薩長は消えた。当時、エミシュ、エゾを管轄していたのは開拓地であると。まあね、北海道開発で開拓地作られる。作られる、うん。これちょっと置いとこう。港には日本の警察が入る。ルートを限定する旅ができるなっていうの、パークスの許可もらったわけやね。うん、
これ要するにパークスの許可がないと、許可証がないと、まあ、パスポートみたいなもんよ、今で言ったら。逮捕されるわけですよ。で、公のもとに移送される。日本の警察、ここよね、ここよね、これいい問題よ。ね、日本の警察が裁くんですか。まあ、日本の警察、これだけ何が分かってるかっていうと、ね、治外法権分かってるかどうかよ。ね、日本でこの犯罪を犯した外国人は、ね、今州ですから、今州。外国人が裁くと。日本人ノータッチってことよ。簡単に言うと、今州だから。ってことは、日本の警察、手出しできない。できない。これが治外法権、領事裁判権ってことよ。だからやっぱこれ消去法やね。これもいい問題ですよ。3番。もう消していくしかない。ちょっと時間かかるけど。ね、まあ、開拓使が78年、うち思うかもしれん。でもまあ、これ他を消した方がいいですね。1、2、4。ということで、はい、次行こう。グラフか。グラフ読み取り。伊勢神宮参拝。伊勢神宮。誰祭ります？アマテラスですよ。皇室のね、祖先神であるアマテラス。三重県ですからね。で、これ、はい、適当なものを選べるか。はいはい、適当なもの。1、グラフによれば国家総動員法。これ何を受けて制定されるの？ね。戦争始まって戦争を準備するシリーズ。国家総動員法は何戦争が始まってから制定されたか。これも3点セットで覚える。84の85ですよ。この第1次ルーピー近衛政権で盧溝橋からの日中戦争37絶対いる。満州事変は31。ね、盧溝橋からの日中戦争は37。84ページね。で、ここで戦争始まって戦争準備3点セット。もうこれ10万ドルでも、企画員、国民精神総動員法、いけ、頑張れ、国家総動員法。そういうことですよ。ちゅうことやけ、37日中戦争。37日中戦争。まあ、この辺、目星つける。政府は不要不急の旅行で伊勢神宮の参拝を制限した。まあ、仮にこっちなんだけど、38なんやけど、まあ、どっちにしても増加してますよね、どんどんね。ね、やけこれ制限してはないですよ。増えていってますから。ね、はい、1消えた。1消えた。次行こう、2番。グラフによれば、紀元2600年記念日。これ0戦なんやけど、0戦なんやけど、これ、やけ、これは、ここね、これ、戻らないけんじゃね、最近戻らないけないんですよ。2、3ページ戻るときもありますからね。これも最近の共通テストの傾向よね。ここに2600年後期、つまりこれ、初代天皇誰ですか、初代天皇。神武天皇が紀元前660年即位ということやから、それ基準で260年、2600年ですで。ね。ということは、やけ、1940たつ660すればこうなるわけですよ。つまりまあ1940年ってことよ。ここに書いとる。書いとる。僕はもう睨んでも知ってますけど、一応書いてる件、西暦ではここか。ここやね。はい。伊勢神宮への参拝客数が前年比べ増加したことがわかると。ね、いや、ここで増加してます。ここまた増加しとる。増加しとるよ。ね、その通りや。罰じゃないね。罰や。ということは、これ何選ぶんだっけ。適当なもの選ぶんか。適当なもの。ということは、これ2の可能性が高いですね。2の可能性がね。一応3見とこうか。30年代後半に伊勢神宮にしよう。国民学校って何？これが第2次ルーピー近衛政権よ。もう戦争直前ですから。ね、やっぱ太平洋、この日米戦。太平洋戦争で僕は大東亜戦争編。ね、取りますけども、だからこれが、ここ86ページ、これが第2次ルーピー近衛政権ですよ。新体制の中で国民学校。で、このもう次が東条内閣で、こう真珠湾ですからね。41年ぐらいで覚えておかないけど。ってことは、まあその前、結構40年、まあ、40、41ぐらいでいい。この辺よね。この辺よね。で、国民学校、30年代後半。修学旅行生は確かに増えとるけど、まあ、ここですからね。この国民学校は。ね。罰ですよ。ここだから。
30年だ、40年ですからね。まあ、ちなみに分からん方はこう保留やね。保留。はい。グラフによれば、近藤空襲の、ね、学童疎開、これ歴史用語。次第書かせられますよ。書かせられる。ね、これもやけ、結局、ね、最初は、ね、の半年は、半年転下だったわけですよ。ところが、ミッドウェイで、ね、一気に形勢逆転。でここから、ね、形勢逆転で、ガンガン、このサイパン島陥落で、近藤空襲受ける。ね、子供たち、疎開、学童疎開する。ちょこっとだけ、大体まあこの辺ですよ。ね、全く行われないと、うん、まあこれ最後まで一応この45年でも一応あるからね、修学旅行行われてますから、ああやっぱこうダメやね、うん、こう全くとかやっぱダメなんですよ。とにかく全くとかね、こう強い言葉が疑って変わりましょう。でまあ最後23迷ったら、まあ、これ2絞りよ、2絞り、ああ増加してますから、ね、40年増加しとる、うん、これまあそれがちょっと分からんけど2やなと、うん、これで最後この絞り方、ね、最後2個まで絞れるけど、ね、そこで間違えちゃうっていう人いますけどね、これも訓練するしかありませんよ。訓練する、消去法がまずベース、ね、ダメやったら、うん、絞り、ね、もう2がどこ見ても間違ってないけん、よく分からんけど2やなと、3がよく分からんけど2やなと、これ絞りと言いますけど僕は。ちょっと次大門に三寺一、これもよく出ますね、次第で。でこう来て、あ、いい、2か所空の方、三寺一遺跡、うん、弥生と異なり、兄に挑まれていると。これか。で、見たら、あ、同じ場所、民衆、パンピーと同じか違うか。ということは、要するに身分制が、ね、確認できるか、平等な社会かということよね。まあもうこれ古墳ですからね、これ僕はもう米と一緒にね、これ貧富の差覚えさせますよ、米と一緒に。でまあこれ次第の人はこの、ね、10ページ、ほらこの三寺一遺跡のポイントはこれ、居住区別、豪族とパンピーが住むとこ違うと、明らかな身分差がもう確認できるということですよ。ああ、ね、これ、まあ、これだけじゃちょっと分かんないよね、ね、隔離されてるかどうか。わかります？これしかないやろ、ね、あと長屋を着て包みかどってるでしょ。これで読み取るのはちょっと難しいですよ。じゃあ読み取れません、これじゃ、ね、一緒かどうかなんて。え、読み取れます？まあこれまあまあまあなんとなくの感じがね、米と一緒にね、米によって身分差、貧富の差まれて身分差、まあ、って感じだから、身分差がね、イメージできればだけ住む場所は違う、一緒ではない、ね、はい次、いい、藤原良久が道長か。まあこれありますからね、五一条、五須岳、五霊勢、まあ共に平安ですけど、あとどっかある、あとどっかある、それぐらいしか、まあこれか、やっぱここやね、うんね、孫に当たる、これ孫に当たるわけやから、親戚になったんですよ、娘嫁がせたわけでしょ、うんね、17ページ、ここよね、ここ摂関政治を五一条、五須岳、五霊勢と、はい、ということでこれは道長、御堂関白、答え4番、はい、次行こう、8番は、河川部 A に関して述べた、 A は何だ、長用か、長用、何クソ長用、あ、どれか長用、まあ、藤原四氏にね、はめられたわけですから、はめられたわけだから、ちょっと似とる、1番打倒は企ててないよね、まあ、やっぱ藤原氏にはめられたのは長用ですからね、まあまあ、やけ3番、右大臣になったね、学問に、学問の神ですから、断言で左遷、これが菅野道だね、神よ、太宰権の外やろ、ね、藤原時平や、天明の皇で日本書紀、これ誰、皇族、これが利根新の20ページ、大丈夫、意外とこれ、忘れちゃう、字をね、字を。OK。
はい、でこれはもういいや、菅原道真公はね、こう1か4を分けたらはめられたですから、三世一心、こう長いよ三世一心。じゃあ金泥年は誰、16ページ。三世一心責任者長いよ、意外と忘れてしまう。金泥年はこの立花の脆いですから、大仏造流の飴として醤油を認めますからね。大仏造流の御事のりとセットですよ、立花の脆い。四兄弟が全滅して、ね、やべえってことで、鎮護国家で大仏ですから。ね、ということで、OK。これ何やろうか、藤原氏倒そうと加えた。これ多分模範解答見たら出てるんですよ、なんか。何やろうか。わからん。模範解答見てください。はい、行こう。9番、資料問題。よし、土見門って、これ、次第土見門って聞いてくる、どうしたとか、リズメとか聞いてきますよ。道長の嫁さんの家なんですよ、実家。で、もらっちゃうんですね。とりあえず妻どいもんですから。で、レポート誤っとんの。こっちも見らないか。これか、土見門って、まあ、神殿作り、典型ね、真ん中池があってね、こう、ね、渡り廊下みたいなのがあってですよ。こうなんか鳥が翼を広げたみたいな感じで真ん中に行け、はい、めんどくせえな。神殿の中心東西タイヤ次のやつかな、池があって東西のこのついやね、タイヤやったかな、ついやったかな、忘れた。で、ロー東東西のロー廊下ね、廊下、渡り廊下がある。こっちも廊ね、廊、うん。で、これが池を囲んどる。まあ、囲んどるでしょ。うんね、ここも大きく間違ってない感じやね。建物内の空間は母屋、火っていうの。知らん。孫火。あ、これや、これこれ。母屋あって、火があるね。孫火もあるね。まあ、そう、あるね。あるね。さ、う、ま、ん、床には、土式しか言ったの。土式、これ資料になった、今度は。図からね、見取り図から資料、これが、人ね。あ、敷かれている。まあ、敷かれとる感じだね。4番、布などにより空間を混じっている。まあまあ、書いてね。敷くと。でこう壁しろとは何ぞやというと、電車を仕切るのに用いる布。まあ、仕切る。仕切るちゃうのか。まあ、仕切っとるちゅうことわかるね。まあ、そんなに分量多くないけど。うん、まあね、常日頃かな。これちょっとまあ、結構時間かかると思いますよ、解くときに。ね、何回もう一回さっきのね、見取り図見直したりして、なんたりして。結局、この大教により、なんかこれ、今から宴会するわけでしょ。宴会の時にこれ敷いたということよ。ちょっと宴会の時に敷くわけやから、常日頃から敷かれとるわけじゃない。わざわざ書けません、こんなこと。ね、常日頃から聞いとったら。宴会やけん、これ敷いたと。ね、こう読み取れるかどうか。だからやっぱ常日頃が×。宴会の時、特別のこの晴れの日だけ敷く。そういう感じやね。あ、答え3番。ああ、いやー、結構こう時間かかる、やっぱ。うん。いや、なんか共通テストっぽくなった。今まで結構全然、ね、シンプルな感じだったけど、いやいや。いや、いい問題ですよ。いい問題と思う。10番、これも知識サクッといこう。ね。実助の望月の歌やから、正行終わり。ね、ちなみに、伊沢日記は、これ、あぶつんですからね。鎌倉の土地問題のこのね、もう朝廷当てならへんっつって、ね、幕府にこの申し、ね、この、なんちゅう、訴訟に行くと、阿仏に。世界家中心とした歴史を客観的に描いている。まあ、吾妻鏡はこれ鎌倉幕府ですから、ただもう大鏡、まあ、こっちを消したら、秒で消していいね。はい、答えが、AD か、答えが2番。はい、楽勝、もう見ませんよ、めんどくさい。次行こう、レポート。いやー、こんなん読み取りばっかね。なんでか、2人には合計ウニの従者が与えられた。従者表は、まあ、何人お付きの者がね、つくかってことやね。あ、表まとめてくれるの、こうやってね。で、うやけん長屋王には正に左大臣
キビの内心の 2本って2本だったのでだ。長屋はこれの塔に行くと正二やけここか。ね、で、左大臣。ちょっと見らん、これを見るべきやろ、やっぱ。ね、左大臣。で、キビ内心の2本、これか。これね。だから、合計何人の、ね、従者か。80足す140足す200やけん。220やけん。420やね。ああ、はいはい。こっちや。ね、で、A は、A の共感、邸宅を題材にすることができれば、地理的条件の違いが見せたくなると思うと。1と2、3の比較。まだ戻らないけんだよ。ここまで戻らないか。1と2、3の比較。1は豪族跡か。2は長代。こっち藤原道長でしょ。まあ豪族とそれはね、政府のこの、まあ簡単に言うと総理大臣ですから、それはちょっと比較対象にならんだろうと。ね、で1で絵の、もうちょっとその差が小さくなる。絵がやけ、大村寺。大海、大村寺、国の宮津子、どっちか。国の宮津子はこれ、まあ、地方豪族ですからね。やっぱり中央の、ね、要人地ことよ。ああ。となると、こっちやろ。ね。蘇我とか、物の部とか、その、ね、人たちと比べるんなら、まだ条件は、ね、同じやと。同じや。っていう感じやね。ああ答えは、サマー。ね、ふう、めんどくさかったと思って、答えを見たら、なんと1番やった。と思ったら、なんでと思ったら、大体350とか胴体しても出てこんしと思ったら、いやここなんですよ、すいません、もう間違えた、これ間違えた、これだけ間違えた、もう本当、女は半分近いと、かマジかよ、いやもうね、年取るとね、やっぱね、もう集中力なくなるね、注意力も散漫になる。やけ、キビの内心のは、ね、2本やけ、これ70なんです、半分やけ。ちゅうことはやけ、80足す70足す200やけ。350。いやー、もうここよ、皆さん。ね、冷静かつ、頭、ね、ハートは燃やさないといけませんけど、頭食うにいかないかんと。いやー、これいい問題ですよ。すごいいい問題と思う。ああ、もう、ただ、ここ、気づけるかどうか。はい。見事に気づけませんでした。申し訳ない。はい、次。大門さん、中世。足利義満、純三公、これ次第聞き割れますよ。皇后、その皇太后、ね、その天皇の奥さん、その奥さんのお母さんのお母さんけ、つまり、ひいばあちゃんちことよ。あ、違う、ばあちゃんが失礼。奥さんやけ、そのお母さんのお母さんけ、ばあちゃんに純ずると。まあまあ、それぐらいすごいね。このね、なんちゅう、そこまでの待遇をゲットしたわけですよ、義満が。義満は帝王ですから。で、何？要するに手紙があって、はい、X は丸バツなんですよ。摂関から義満に、差し出して書状は対等だがと。これ見らないかんの、これを。これめんどくさいな、めんどくさい。摂関家から義満に差し出す書状。摂関家から義満宛てか、ね、宛てやけこっちこれになるか、そうやね、これやな、やけここか、摂関家義満が差し出した、摂関家が差し出したんじゃないですよ、義満、摂関家の義満宛ての手紙やけど、これやね、摂関家義満に差し出したのこれ、で教皇、これ金言帳ですよ。まあ手紙の最後に書くんですよ。あんま書かんけど、本当僕ら普段使うことないけどね。でこれ見たら、まあやけど、書き留め文言のルール、つまり最後に、ね、書く、締めの言葉ってことね。で一応決まりがあると。で教皇金言はこれか、教皇金言、ああで、ちゅうことは恒例、義
清水から摂関係に出す。義満から摂関係に出す、義満が差し出す摂関係に出すやつはこれ。ちょっと待って、こっちが義満が摂関係に出すのか。供給金言、供給金言。いや、これ供給金言はここやん、タイトルの。ってことは、義満が摂関係に出すやつ。うん、分かんない。差し出した。これ、義満が摂関係に差し出したってことよね。うん。これタイトルやね。これ違うね。これじゃない、ね。摂関係から義満に差し出したやつは対等。摂関係の義満宛ては、厚遇や。あ、これ逆ですね。これがね。これとこれが。いや、これちょっとよく見らんと、頭、ちんぷん、ね、こんがらがりますよ、ほんと。これ逆や。ね。逆ですね。罰や。よくあるパターン、リバース。表の中で最も立場低く扱われているのは二世以下の親王家。ここか、二世以下の親王家。二世以下が義満に当てた場合、金言。対等、これは対等だよね。ちょっと待って、これちゃんぼになる。めんどくせえ。義満が差し出した。差し出したの場合、これなんか。もう白麗、タイトルよりちょっと上やね、うん、で、大臣親王が差し出した場合、これが高麗、うん、大臣が義満に当てた場合、あ、これさらに高麗、あ、最もへりくだっとね、ここね、ここは一緒やけどね、あ、ここすごいへり下ってますね、義満に当てた場合。こっちの方が、あ、一番低く扱われたらすごいへり下と、こっちよりも。あ、まあまあ、親王と大臣比べたらやっぱね、まあ、なんとなく、常識的にも分かりますけど、どっちが上かさ。だから親王が上やろ。あ、これ答えが、やけ、親王じゃない。大臣、あ、バツバツやね、これね。いやー、めんどくさい。めんどくさいですよ。知識も全然関係ない。もうこれ、ただの読み取り。読み取り、はい、ちゅうことで、いや時間かかる、 OK ね、よし次、13番サクッといきましょう。義満の多子排斥、多子排斥、山名氏清はときめきやまないようですから、こっち明徳で、まあ上野城はまあね、兄弟喧嘩ですから、高氏と、ね、忠義の、さじ1ページ、ここですね。違う、こっち。明徳、山名。まあ、この辺、確認ね。はい、多子排斥、義満の。で、次が、加納城欄、まあ、同じページやけ。はい。加納城欄。はいはいはい。まあ、保守派と革新派の戦い。はい。次が、うわぁ、これめんどくさい。ちゅうか、これ、ここやね。あ、こっちがあるか。よかった。貿易ありますからね。まあ、朝鮮でしょ。まあ、民じゃないけど、まだ日貿易してませんからね。ね、まあ、貿易あったら大内と時どっちかって言ったらやっぱ大内でしょ。これは日貿易出てきますからね。ああ、ね。ああ、堺が細かいね。次第の人はね、堺いるんですよ。押さえた方がいい。ここね、堺で、ああ、挙兵、ここ。これ細かいけど。まあ、これ、貿易があるから持ってこれるね、これね。ここ大内は。ああ、だから、AC か、AC、答え1番。はい。OK。まあ、トキやけ、安行きもいますけど、貿易ですからね。ここ来たからね、ここね。31ページの。はい、次、14番。並べ替え。はいはいはい。あ、これ、吉持ち、吉野近いとね。これ、よく読まないとダメですよ。とにかく問題よく読むこと。持ち主と対立した、はい、足利、あ、失礼、上杉禅宗が出てくるのは、どこかというと、
はい、ここ。よしもっち、よしもっち、上杉前史。あ、まあ、この辺ね、まあ、将軍と鎌倉久保と関東管領のこの戦い、すげえ仲悪いんですよ、こいつら、ほんと。いつも思うてるね。これだけ4代、よしもっち。で、この足利持ち氏が次出てくるんです。次、生意気になってくるんですね。そこで、はい、こっちが先やね。この鎌倉久保がこの持ち氏を。将軍持ち氏を滅ぼした。これが次の義則の、ね、ここ影響のな。三八まで欲しいね。したら次、柿津の乱で下克上を食らってまうと。だけ次の、ね、この謀殺で大始めやけ、柿津の乱からの柿津の特性域やから。ね、ここやけ、共に義則やけど、影響柿津ですからね。これもよく出るパターン。よく出るパターン。だけ1、3、2やね。1、3、2やね。答え2が。はい、そういうこと。影響かきつ、踏みよく出るパターン。15。結構時間あった、40分。よし、一応この16で一回切りましょう。足利義満の時の朝廷ですね。はいはい、北の神社、何ですか、扱うのは。本所。何扱うの。北の酒場通りには酒ですよ、酒。天皇の服にあたって行われる儀式などの。まあ、読みにくくはないね。こう来て、こう来て。大乗へ、臨場、免除せ、使いと。結局、こんだらこれを全部免除すると書いてある。ああ、はい。ね。で、まあ、これ、大乗へ。我々、大乗祭という言い方のが、ね、馴染みがあると思いますけど。大乗祭だから、10ページ。この、新嘗祭やけど、天皇即位の時、一代一回のこの大乗祭が行われる。この大乗祭と大乗絵は一緒です。一緒。で、まあ、免除させられとる、免除っつってね。うん、まあ、これ普通こう素直に読んで免除されとるやろ。ね、はい。義満は天皇の命令を取り継ぐ形で諸税免除を認めた。これ出したのこれ足利が源阿尊っていうことはこれ。義満ですか、義満が出すと。ここよね。まあ、左大臣に書いてますけどね。後、大乗大臣になりますけども。これ、ここよね。これ、すっごい悩むと思いますよ、本番。ここ。取り継ぐ形。どこでそれ見分けるか。もう結論から言いますけど、これ、この資料じゃ分かりません。分からない。したがって、これ、×です。×。4番。いや、僕も悩みましたよね。こうやってもう、書いてないんですよ。国語でもあれば書いてない。これでは分からない。いや、これ難しい。難しいですよ。あんま気にせんでいいと思いますよ。ちょっと難しい。ね、はい。ということで、これも完全に思考力。さあ、前半終わり。これ、19番。サクッと取ろう、これ、ね。室町文化ですよ。だから、観阿弥世阿弥の、はい、これが、ね、能ですから。風刺家で。34ページ。まあ、次第の人はこのね、大和猿楽志座。いりますよ、大和猿楽志座。ここ。観世宝鐘。今後コンパルね、35ページ。元結城座とかもいりますよ。うん、まあ、風刺家ではもう分かったでしょう。はい。次。茶の湯は村田寿光、竹の女王、千利休と、この系譜。はい、ね。派手さを排除して、地味な詫び茶。はい。いけばな、池の坊千景、池の坊千景。池の坊千景。こっちやな。これね、京都の六角堂なんですよ。六角堂。これ、次第、同社立命大好きですよ。地元ですから。六角堂という。六角堂。OK。はい。出雲の奥に、歌舞伎。おう。念仏踊りね。この派手な風流踊りがなんか世界文化遺産とかなんとかとか言ってますけど。風流踊り。風流という。これがやけ盆踊りみたいなもんですよ。簡単に言うと。これ全部合ってますよ。ここよね。これ意外と難しいやろな。これ時代が違うんですよ、出雲の奥に。出雲の奥には、これ戦国時代じゃない、これ、江戸時代ですよ。うん、歌舞伎、50ページ、50ページ。出雲の奥に女歌舞伎から、これ、まあ、ちょっと簡単にエロくなって若手歌舞伎になったジャニーズの。で、またエロくなったけど野郎歌舞伎になって、これ、元禄歌舞伎。必ずこの荒ごと言いますよ、和ごと。ね、場所ね。いい女ダメになったもん。
中国、これ江戸時代ですよ。元禄のところに書いてるでしょ。これ意外と難しいな。こと読む。はい。中国と一回こうできます。